皆様こんにちは。旅と旬のウォーキングスポットグルメ巡りインゲンです。桜が咲き始め、お花見にもお出かけにもいい季節になりましたね。今日は千代田区なのに1万坪の広大な面積を誇る日本庭園、そんなものが都心も都心四ツ谷にあるってご存知でした？実はホテルニューオータニ、その中には無料で入れる見どころいっぱいの日本庭園があるんです。ニューオータニといえば旧三大御三家の一つ、歴史ある高級ホテルですよね。どうしても気後れしてしまってなかなか入れないって思ってしまうのではないでしょうか。ですが日本庭園は無料で開放されており、とっても見どころがいっぱいなんです。しかも四ツ谷駅から向かうとこの通り、ぜひこの土手を歩いてニューオータニに向かってください。桜並木がとっても綺麗な道なんです。芝の上にはレジャーシートを敷いて、ご近所の方がすでにお花見を始めていました。私が行った時はまだ2分咲きぐらいだからこそ、この動画が上がる頃には見ごろ、皆様にはこれからお出かけする参考になさってほしいと思い、ちょっぴり早めの時期にこの道を歩き動画を作成することにいたしました。この動画をきっかけに、まさに見ごろの時期に皆様がお出かけを楽しんでいただけたらいいな。徒歩10分ほどでホテルニューオータニにやってまいりました。今はいちごビュッフェもやっており、あのパティスリーさつきのショートケーキも食べ放題なんて夢のようですよね。ロビーは豪華なお花がお出迎え、売店には日本を感じられるお土産もいっぱい。ロビーに入ってすぐパティスリーさつきさんやピエール・エルメさんも。でも今回は日本庭園のご紹介がメイン。ショップアーケードを進んで、お庭が見渡せるガーデンラウンジを抜けて、素敵なアフタヌーンティーセットの誘惑も振り切って、ラウンジのすぐ横から日本庭園に向かいます。足元にお気をつけくださいね。扉を開けるとこの通り、うわー広い。ツツジのお花も鮮やかに咲いていました。1万坪という広大な敷地、全体図もあるぐらい広いんです。迷わないようにしないと。早速貴重な赤玉石がお出迎え。現在は門外不出という佐渡島の金山より運ばれた貴重な石だそうです。この日本庭園の歴史は400年以上、加藤清正公から井伊家へ引き継がれ、幕末まで中屋敷として使用されたそうです。園内では枯山水も楽しめます。水を表す白い砂利が波打っていますね。井伊家といえば井伊直弼公が有名ですよね。その後伏宮邸となり、ホテルニューオータニの創業者である故大谷米太郎氏が買い取り、現在に至ります。春になり水がぬかるみ、橋を渡るとお魚が元気に動いているのが見えました。いかがですか？ご覧になれましたでしょうか？元気いっぱいですね。撮影スポット太鼓橋を渡り、清々池を眺めると、冬眠から目覚めた鯉が元気に泳いでいました。約350匹もいるそうですよ。全体はこのような感じです。いかがですか？広いのがお分かりいただけますでしょうか？お散歩にもウォーキングにもぴったり。注意しながら池のほとりに近づいてみますね。こんなに近くで鯉が優雅に泳ぐ様を眺めることができます。花々も咲き出して時間が経つのを忘れてしまいそう。
空の下の緑は本当に綺麗。池にはサギやカモも渡ってくるそうですよ。花のつぼみもどんどん大きく膨らんでいます。もし歩いてお疲れになっても、ベンチが至る所にあるので大丈夫。いくつもある朱色の橋は緑に囲まれて、よりその朱の色が映えますね。園内には鉄板焼きのお店など名だたる名店もあり、3月という季節柄か、記念日で訪れていらっしゃるご家族の方も多いように見えました。記念日にと考えていらっしゃる方、参考までにメニューを載せておきますね。とっても素敵な記念日になりそうですね。ここで珍しい清い釜を発見。陶芸用の釜で、お正月やゴールデンウィークなどに陶芸教室が開かれるそうです。ご自身で作ったお茶碗なら愛着もあって大事に使いそうですね。園内は適度にアップダウンもあり、先ほどの釜や灯籠など、とにかく見どころがいっぱいで飽きさせません。こんな細い橋を渡れば、もう気分はアドベンチャー。せーの、よいしょ。転ばず無事に渡りきりました。可愛らしい植物園と、その横には咲き始めたばかりの桜の木が、満開になったらさぞ綺麗でしょうね。そしてこの日本庭園の見どころ、じゃーん、大滝へとやってまいりました。なんと高さ6メートルもあるんですよ。正面にはベンチもあって、ゆっくりと滝を眺めることもできます。水の音は癒し効果抜群。これから一気に咲くと思うので、皆様は一番いい時期に行くことができたらいいなと思います。先ほど渡った橋が見えました。灯籠は全部で42個もあるそうですよ。おのおのの言われと歴史に思いを馳せながら、ベンチに座ってゆっくり眺めます。朱色の橋まで戻ると、先ほどの滝が上から眺められます。桜以外も花が見ごろですよ。再び石畳を踏んで対岸に渡ったりして遊びます。踏み外さないように十分注意して、このすき家風の建物はサザンカ荘、現在は懐石料理の7番さんが経営していますが、以前はニューオータニの創業者大谷氏の自宅だった建物だそうです。小道を歩いているだけで、どこか歴史を遡り、異次元の空間に紛れ込んだみたい。このまま四ツ谷方面に抜けることもできます。この歩道を一周すると、天然記念物の犬巻と茅の木も出会えるのですが、とりあえず一旦庭園に戻ります。全部一周すると本当に大きいんですよ。抜ける青空がとっても綺麗。お茶室も全部回ったらきっと痩せちゃいますね。
そして実はニューオータニはライトアップも有名です。日の入り30分前から24時まで、夜間はまた違った趣と顔を見せてくれるに違いありません。これは写真で拝見したのですが、滝の夜間のライトアップはとっても綺麗でしたよ。次は夜も行ってみたいな。ここでもう一度ニューオータニの庭園の歴史と地図を復習します。皆様も迷わず回れますように。館内はとても広くて、しかもショッピングアーケードもあって、ウィンドウショッピングだけでも楽しめちゃいます。日本庭園の帰りにはパティスリーさつきに寄るのはいかがですか。ここのベーカリーはどれも大きくって、一つで食べ応え十分。その大きさにまずは驚いてみてくださいね。クッキー缶や焼き菓子もため息が出るほど綺麗ですね。シュトーレンはお手頃価格だったので、機会があればクリスマスに挑戦してみようかな。ケーキの中ではそのシュークリームの大きさに驚いてみてくださいね。スーパーメロンショートケーキやスーパーストロベリーショートケーキ、さらにエクストラスーパーショートケーキなんてのもありました。普通サイズのショートケーキもありますので、どうぞご心配なく。マフィンも1個でお腹がいっぱいになりそうです。清居町って紀伊徳川家、尾張徳川家、井伊家の頭文字を取って名付けられたんですって。行きと同じ土手を通って帰ります。桜はまだまだつぼみですけれども、他のお花見客の皆様と同じように芝の上にシートを敷いて、ちょっぴり早めのお花見をすることとします。少しですけど桜も見えますしね。というわけで、じゃーん、今回のお花見弁当です。野菜もたっぷり、そしてそれだけでは足りず、大きなおにぎりも今回は追加。桜はまだまだですけれども、お外でご飯を食べるだけでもとっても気持ちがよくて楽しいですよね。あら、こうしているうちに先ほどよりつぼみが咲き始めている。来た時よりきれいにしてごちそうさまでした。皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり、迷わずに行って楽しめるような説明を心がけています。お出かけや旬のお得の穴場情報などもご紹介しています。少しでもお役に立てれば嬉しいです。よければチャンネル登録・高評価お願いいたします。ダイエットはお花見が終わったら始めます。